はい、皆さんこんにちは。今回の動画も青虫ネタなんですけど、以前まあリアル腹ペコ青虫ということで動画を上げたんですが、その後も青虫くんたちが気になりまして、まあ定期的に観察を続けたんですね。どうもね、不思議な魅力に取りつかれてしまいましたね。最初はあまりのデカさにね、ちょっと気持ち悪いなと思ってたんですけど、何度も何度も怖いもの見たさで見てるうちにですね、色は綺麗だし葉っぱしか食べないし、まあ調べたところ毒もなさそうなので、まあなんとなくね可愛いなっていうふうに思ってきまして、でこうツン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 触れるぐらいまで慣れてきちゃったんですね。この一つの小さい木に巨大な芋虫が4匹いるんですよ。ここは地元のホームセンターの駐車場脇の植え込みなんですけど、結構ねこの木の横を普通にお客さんが歩くんですね。でたまに見てるとお客さんが気がついて、うわでかいのいるわって感じで、なんか興味深そうに眺めてるんですよね。なのでこの子たちは結構目立ってるので非常に心配ですね。なんか駆除されちゃったらかわいそうだなーなんて思っちゃったりしますね。食べてる途中で止まってる。葉っぱを食べる仕草なんて見てると癒されますよね。なんかこんなところでさなぎにでもなるのかな。スズメガの幼虫はどうやら木の上ではサナギにはならないみたいですね。どうもアゲハチョウとは違うみたいです。おいおい、めっちゃ冷たい。うん、お動いた。お、かわいい。結構力が強い。力が強いぞ。イモムシ君たちからしたらかなり迷惑な話だと思いますね。この木は4匹の巨大なイモムシ君たちにかなり食い荒らされていて、上3分の1がもう葉っぱが全然ないんですよね。おそらく新芽、柔らかい芽からどんどん食べちゃったんだと思いますね。で1匹見張り役みたいなイモムシが上の方にいるんですけど、それ以外の3匹は全部下の方で隠れてますね。この子だけ葉っぱのないところにくっついてるんで、ものすごく目立ってるんですよ。なのでちょっともみもみいじってみることにしました。大丈夫か君。本日は2021年の11月の8日、4日後にまた観察に来てみました。一段と葉っぱがなくなってしまって、イモムシ君たちがかなり露出しているのが分かりますね。ピントが全然合ってなくて申し訳ないんですけど、もう無心で葉っぱをもぐ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 食べてますね。癒されますね。4日前は上3分の1は葉っぱは全くなかったんですけど、逆に言うと下の3分の2は結構葉っぱあったんですけどね。この4日間で葉っぱが本当半分ぐらいに減っちゃったような印象ですね。もう本当にスカスカになってきましたね。この体の一部が茶色い子も、初め見た時はなんか寄生虫かなんかにやられちゃってんのかななんて思ったんですけど、どうもそうではなくて、色彩変異という、まあそういう子のようですね。このイモムシ君のパンパンブリブリなボディをですねなぞると、意外と筋肉質で硬いんですよ。なんか見た目はふにゃふにゃでね、すぐ破けちゃいそうなのかなと思うんですけど、全然そんなことなくて、結構硬くてザラザラしてますね。見た目によらず結構頑丈なボディをしてますね。ただこれ鳥とかから見たらね、相当豪華な食事ですよね。かなり豪華なステーキみたいな感じなんじゃないですかね。
木の一番下の方で葉っぱを頬張ってるこの子のね食べっぷりを見てると仕事のストレスなんか忘れさせてくれますね。もうほんとねこの食べっぷり気持ちがいいですよ。ただ4匹が4匹この勢いで食べているので葉っぱがなくなるのはもう時間の問題ですよね。間違いなく訪れる食糧難を彼らがどうやって乗り切るのかなんか心配でならないですね。本日は2021年の11月の11日、あれから3日が経過しましたね。木の葉っぱがもうほんとなくなってしまったせいか1匹がねだいぶ木から離れて地面をのそのそ歩いてますね。他の3匹は3匹とももう葉っぱがなくなってかなり自分の体が露出してしまってるのにもかかわらず木の上に座ってますね。まあかなり身の危険が迫ってるような感じで心配ではあるんですが、まあ一応4匹とも、みんな元気なようですね。よかったよかった。スズメガの幼虫はサナギになるとき木の上ではなくて地面に降りてなんか土の上とか土の中でサナギになるみたいなんで、もしかしたら1匹はそれで地面に降りたのかもしれないですね。まあ逆にその方がいいですね。もう食事がありませんからね。本日は11月の12日、翌日ですね。翌日も見に来てみました。ちゃんと仕事しろよと思ってる方はご心配ありがとうございます。ちゃんと仕事してますよ。その合間に見に来てるので安心してください。しかしながらイモムシくんたちはもうすっかり安心できない状況になってますね。もう葉っぱがほとんどないですね。この子はね枝から枝に隣の枝に移ろうとしてたのでちょっと枝を押して手伝ってあげたんですけど、イモムシってこういう風に動くってことは目が見えてるってことですかね。隣に枝があるっていうのが分かってるんですかね。いや非常に不思議ですね。木の上に1匹いるのとその反対側の下の方にもう1匹、そして地面の別の草の中にもう1匹いるんですけど、なんとこの日はですね3匹しか見当たりませんでしたね。この木の上にいる子が1匹目、そしてこの木の下の方にくっついてるのが2匹目、そしてこの草の上に乗っかってるのが3匹目。やはりねもう1匹いなくなっちゃってましたね。もう食べられちゃったのか、昨日地面を歩いてたからね土の中に潜ってサナギになったのかそこは定かじゃないんですが、まあ、特に死骸は見当たりませんでしたね。もし鳥に襲撃されるとしたらね、なんか1匹じゃなくて 2,3 匹ぐらい一気にやられちゃいそうな気がするので、やっぱりサナギになったのかもしれないし、まあ私みたいに興味のある人が誰かが連れて帰ってしまったのかもしれない。まあその可能性はないか。何にせよ1匹はいなくなってしまいました。さらにその翌日11月の13日もまたまた見に来てみました。この日も昨日と変わらずですね、まあ同じ個体かどうかは分かんないですけど、木の上に1匹で木の付け根にもう1匹、そして地面の草の上にもう1匹という配置ですね。分かりにくいですけどこの草の中にいますね。これも死んでなくてちゃんと生きてますね。ただやっぱり4匹目はいませんでしたね。この1匹を除いて地面に降りてきてるっていうのが、まあ食べ物がなくて他の木を探すために降りてきてるのか、それとももうほんとサナギになるために降りてきてるのか、まあ、そこは定かじゃないんですけど、まあ、せっかくここまで生きたんですからね、もうしっかりサナギになってまた夏になったら成虫になって戦闘機みたいなかっこいい姿を見ててほしいものですね。
今日は週が明けまして11月の15日の月曜日ですね。今日も仕事が終わって帰り道にですね、ちょっとイモムシくんの様子を見に来てみたのですが、その姿がありませんでしたね。植え込みの中を探し続ける姿は多分旗から見たら変な人に見えてたと思うんですけど、まあ間違ってはいないんですが、なんかこうイモムシくんの姿がないとね、こんなに寂しい気持ちになったのは初めてですね。草をかき分けてみたんですけど、やっぱりその姿はありませんし、死骸もありませんでした。スズメガの幼虫はなんかサナギになる時に土の中とか地面に降りてサナギになるらしいので、もしかしたらサナギになってしまったのかもしれないし、食べ物がねもう明らかにないので、もうその枠から出てってしまったのかもしれないし、鳥に食べられてしまったのかもしれませんし、まあ土の中でサナギになっていることを祈るばかりですね。ご視聴どうもありがとうございました。イモムシくんがいなくなってしまった翌日もですね、まあちょっと気になって見に来ては見たんですけど、やっぱりいませんでしたね。40数年生きてきて、ほんとイモムシにこんなに興味を持ったのは初めてかもしれないですね。もうすごい名残惜しいですけど、まあサナギになって出てきてくれることを、成虫になることを祈ります。